どうもこんにちは、小田です。今日はですね、近々大地震が起きます。あなたはあなたのお住まいの場所、そして家族構成にふさわしい対策をしていますか、というテーマでお話をしていきたいと思います。近々大地震が起きる、まずそもそも、いや、30年以内ですよねと。30年以内におそらく起きるっていうのは私聞いたことがあります。多分おそらくそういう方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、確かにね、南海トラフも首都直下型地震も、まあ30年以内には 90% 起きますよというふうに今政府が言ってるわけなんですよね。まあ実際にそうですよ、起きますよ、近々起きる、30年後でしょっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思う。ただですね、最近その報告というか政府の言い方が変わってきたんですよ。近々起きるかもしれないと言い始めたということなんですね。なので、ここはちょっとかなり変わってきているので、やっぱり何かを政府筋は掴んでいるんじゃないかなと思います。でやたらとなんかね、群発してる地震たくさんあるじゃないですか。でそういうのが積み重なっていくと一気にドーンっていくことが十分に考えられるわけなんですよね。なので来ない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 って思ってですね、何にも対策をしないっていうのではなく、あるいはいや、地震が来るってなんかお前あれでしょみたいな、脅したいんでしょとかね、あとは陰謀論でしょとかっていうパターンあると思うんですよね。地震が来るなんてそういうこと言う人は陰謀論だよってね、言う人もいるんですよね。だから俺は信じないって言って、じゃあ何も対策しないって言ったらですよ、そういうふうに言う人いるわけなんですよ。それはもう陰謀論、そういうこと言うのめんどくさいから考えるの嫌だから言わないでくれみたいな感じでね、耳を閉じて何にも対策しないという人結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。その場合だとですね、本当にアリとキリギリスの、キリギリスですよね。何の準備もしないアリさんはコツコツと準備をしてました。でキリギリスさんはどうか困ったんで助けてくれないかねつってもアリはみたいな感じでね、アリは無視するっていうパターンですよね。だから実際に震災が起きましたと、でその時に備えてる人は血みどろにならずに、あるいはお腹減りすぎて死なずにいるわけなんですけれども、備えてない人は血みどろになったり、あとはご飯が食べられなくなってひもじい思いして、ご飯食べさせてよっつって悲しなさいっつってね、あるいはあの人狙ってやろうかしらみたいなね、そういう感じになっちゃうわけなんですけども、ちゃんと備えた人は大丈夫なわけですよね。最低限の準備ができていたらいいということがあり得るわけなんですよね。なので何も起きませんというふうにして全てを否定して何も行動しないよりはですね、対策を取る必要があります。でそしてですね、この時重要なのは、乾パンでしょとか、何かこう防災グッズ、あれかな、あの笛かなみたいなね、笛をピーって吹くやつ大事だよねって、あれ結構大事なんですよ、笛。ちなみに知ってます？僕最近知ったんですけど笛大事なんですよこれ。なんでかっていうと、例えば瓦礫で降ってきて瓦礫に閉じ込められたとするじゃないですか。で助けてって言った時に、やっぱり一晩中助けてって言っても声が枯れるじゃないですか、体力の限界ですよね。でもずっと叫び続けないと助けてくれないから、助けてって言うしかないんですよ。でも笛があったらどうですかってことなんですよ。笛があってヒヒヒヒヒってやればそれで来るわけじゃないですか。あとはなんか防災犬っていうの、警察犬かなんかは笛聞くと犬はちゃんとその周波数の音、その音を、音域の音をバッと聞きつけるらしいんで探しに来てくれるっていうことがあるらしいんですよね。ですので、笛とかも大事、あとはヘルメットとかも大事、そして懐中電灯とかも大事、ここら辺は皆さんやってるかもしれませんが、そうじゃなくてね、他のパターンいろいろとやっぱり考えないといけないわけなんですよ。例えば、最悪のケースなんですけれども、関東大震災に似たようなケースが起きた時、何を一番気をつけないといけないのか、あるいは南海トラフ起きた時何を一番気をつけないといけないのかっていうことがあります。特にですね、首都直下型の地震っていうものがもし起きた場合、首都がドーンってマグニチュード7とか6、8とか9とかが起きてしまった場合、何が一番怖いのか、それは
火事ですよね。火事で関東大震災の時は13万人の方が亡くなったわけなんですけど、そのうち9万人火事で被災してますから。である都市一帯が4万人消えたんですよ、その1区画、1区画っていうか、まあその区域がとんでもなくないですか。だからその場所に住んでただけでもうほぼ亡くなったっていう方があるわけなんですよ。これ火災旋風って言って、あのファイアートルネードみたいなやつがわーってなるんですね。そうなっちゃうともうそこら辺の住居全部が消えちゃう。だからやばいと思ったら、本当にその時やばいと思ったらザーッと逃げなきゃいけないっていう状況なんですよね。だからその一瞬の判断、起きた時本気でやばいですって言った時に直感がバッとひらめいて、これはやばい、逃げなきゃいけない、じゃあその時にちゃんとリュックがある、そしてみんなで一緒に逃げるという準備をしている、計画も立てている、よし逃げるぞってやってなかったらそこで飲み込まれて死んでしまうっていうことなんですよね。であとは東日本大震災の時もありましたよね。あれ津波で何万人亡くなったと思います？知ってる人いらっしゃると思いますけれども、まあ、直接の死者が8000人で、間接的にその津波で行方不明になったり、そしてそれで関連して亡くなった方合わせると2万2000人ですよ。2万2000人が津波による被害で亡くなってしまったってことなんですよ。津波でって感じですけどもね。まあいろんな事件というか聞いたことがある人いらっしゃると思いますけれども、小学校もねまだ大丈夫だと、こっから別に逃げなくてもいいなんて判断してその小学校全部消えちゃったみたいな話ってありますよ。まあその方がかなりの子供が犠牲になったって話もあるわけじゃないですか。本当に判断これ間違えますので、多くの人がで、その判断間違えるところに信じてついてったらやばいっていうケースは結構あるわけですよ。だから本当にですね、首都直下型がもしあったとしましょう、今津波ではなく、そうした時にですね、本当に状況いろいろ様々ですよね。だからいつ自分の都合がいいタイミングでは起きないんで、もう夜深夜とか、あとはもうパジャマ着てもう眠ろっかなと思って歯磨いてる時にドカーンって来るかもしれないわけですよね。あるいは寝てる時3時ぐらいにドカーンって来るかもしれないわけですよね。あるいは通勤時とかにドカーンって来るわけですよ。そうすると、まあ、実際に例えばご家族がいた場合とかは小学校に子供が行ってるとかね、あとは幼稚園に預けてるとかね、そういう場合とか、あとお母さんが病院に通ってるとかね、そういう場合どうするとかね、こういうあらゆるシチュエーションがあるわけなんですよね。でそれは人それぞれ違うわけです。全員がリュック準備してればいいってわけじゃない、もちろん準備しておくのに越したことはないんですけれども、あらゆるケースがあります。だから津波が来そうな海岸沿いの場所だったらどうする、そして都市でマンションだったらどうするということをですね、それぞれ一人一人がやっぱり考えていって最悪を想定することが必要になります。ですのでポイントはですね、まずは自分の場所、まあ、ハザードマップってありますよね。それ調べてみて、津波来そうだなとか、浸水の可能性ありうるかなと思ったら、そこはやっぱり気をつけないといけない。実際にですね、30センチの津波でも子供はやられますんで、確実に。で大人でもさらわれるんですよ、これ30センチの津波であったとしても、うわーって流されるんで、恐ろしい勢いでわーっと来るんで、そうなったらもう流されちゃうんですよね。流されて海から帰ってこないってことがありえますっていうことですね。であとはさっき言ったような火災旋風、もううわーってファイアートルネード状態でその区域がもう消えちゃって、判断を一瞬30分間違えたがゆえにダッと逃げてった人は生き延びたかもしれないけれども、いやまだ大丈夫と思って何も動かなかった人は亡くなったかもしれない。でこれ本当にね、分かんないんですよね。逆にね、逃げちゃった人が逆にそこでなんか頭に何かぶつけて亡くなってしまうという場合もあるからですよね。ここら辺は本当に判断が難しいところ。でもそこら辺はね、だからじゃあ何が正しいってわけではないんですよ。ただやっぱり準備が必要になってくるっていうことですよね。だからビル街とかに住んでたりとか、高いもので何かが起きてくる、落ちてくる可能性があるところを、私はもし地震があった時に起きなきゃいけないって言ったら、やっぱりヘルメット必要ですしね。でそれが昼起きるとは限らない、夜3時ぐらいに起きた時もうどうしようもないじゃないですか。だからその時はライト持たないといけないじゃないですか。
ライトとかそういうもの、さっき言ったような笛とかも必要かもしれないし、あの本当に瓦礫の山になりますからね。阪神大震災の時の瓦礫の山のイメージってあるじゃないですか。もうそこからどうしてももう子供がそこにね入ってあーって言ってもうそのまま亡くなった方もいらっしゃるわけだし、このケースがあり得るということ、それはもうご自身の住んでる場所でお住まいの環境などによっていろいろと変わります。でその上で、ああこれならまあなんとかなるなというところまでちゃんとシミュレーションをしておくっていうことが必要になりますね。なのでまあ本当にね、だから例えば本当にわーってなった時にですよ、例えば子供との待ち合わせの場所を決めておくとか、そういうことがまず必要になってくる。これ決めとかないと、具体的な場所とかね、もう決めとくとかにしとかないと、もう人が特に都市圏の場合だったりするともう人が殺到しちゃって、なんとか公園って言ってもダメで、なんとか公園の滑り台の前とか、それぐらい細かく言っとかないとまあ大変なことになっちゃいますからね。ですのでまあお住まいの環境によって全く違うとは思うんですけれども、最悪のケースを家族で相談して、まあちょっとね冗談かもしれないけどちょっとやっとこうっていうふうにして一度決めといて、子供にもそれだけ説明しとけば、もし何かあった時はここに来なさいとねいうようなことを決めとけば、何かがあった時も対応ができるわけですよね。であとはある程度あと10分で何か外に出なきゃいけないみたいな状況を作るためにも、津波が来ますなんていうことを言われた時にですね、じゃあちゃんと津波で逃げないといけないじゃないですか。その時はどうするのか、もちろんその津波から逆方向の位置にダーッと逃げなきゃいけないわけだけれども、その時にですね、あと2時間後に津波が来ます、まあそんなことはないかもしれないけど、30分後に津波が来ますって言った時に、できるだけ高い場所に行くとか、できるだけ逃げられる場所を想定しといて移動しないといけないじゃない。でその時にですよ、あの何のリュックもなかったら、防災グッズもなくて、もう例えば歯磨き粉とかね、歯磨き粉っていうか、まあ、歯ブラシとかも含めて、もう本当に最低限の野宿ができるレベルの簡単でいいと思うので準備をしてるのと、そうでないのとでは、まあ、圧倒的に差がつく。これあらかじめ準備をしておけば、はいドーンってその場合が来ました、まあ、災害訓練みたいなもんですよ。それが来た時にはいドーンって逃げられるっていうことですね。ダッシュで逃げられるっていうこと、これをちゃんと今の段階でできる最大限の可能性を突き詰めておくということが必要になるのかなと思います。はい、ということで今回はですね、火事がある場合、そして津波がある場合、そしてご家族がいる場合、そして昼夜、そして仕事などもろもろのいろんなケースがあって、それぞれに考えなければいけないことがありますよっていう話をさせていただきました。まあ、これはね、個別の話に関してはもろもろとまたこれから次のビデオの中でお話をしていったりとか、他にもね自分で調べてみて、もう本当にこれ話すとキリがないので、基本的には自分で調べていただきまして、どういう最大の、私ができる最大のことができるのかということを考えて、ある程度準備しといて、あとはまあ実際に来た時はまあなんとかなるさという形で備えておけば良いのかなと思います。心構えもですね。でもこれ何にも準備しないでなんとかなるさはないのでないというかやばいので、なのである程度の最低限の準備をした上でなんとかなるさという形でね、あの準備をしていけば良いのかなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日のビデオ役に立ったなと思っていただけた方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただければと思います。大抵ですね、多くの人が意外と準備まではしてないと思います。来るよねとかって思いながら、あといつ来るのとかって言って、早く日程教えてとかで言うんだけれども、いや日程を教えたところで準備してなかったらやばいじゃんっていう人が結構周りにいらっしゃると思いますので、ぜひいいねボタンを押していただくとですね、そういう方にもこのビデオをお知らせすることができますので、ぜひですねいいねで応援いただけると幸いでございます。そしてですね、こうした情報、危機的な情報に関して私の方では日々情報発信しておりますので、ぜひですねチャンネル登録、通知のボタンなどを押してですね、新しい動画ができた時にご連絡差し上げますので、ぜひチャンネル登録、通知もお願いいたします。であとはですね、まあ、この時代何が起きるかわからないこの時代をどうやって生き抜くかというサバイバルセミナー
というのを概要欄の方からプレゼントしてますので、ぜひですね概要欄もチェックをしてそちら見てみてくださればと思います。今世の中がどうなっちゃうのかなという、まあある種もしかしたら絶望しちゃうかもしれませんけれども、でもこの絶望、このネガティブなシミュレーションから新しい未来が生まれていきますので、ぜひですねご覧いただければなと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次回のビデオでお会いいたしましょう。それではまた。